ウムダトゥル・マラーは南インドのカルナータカ大主。本名はグラーム・フサイン・アリー・ファーンという。1759年から1760年まではナッタル・ナガルの副大主であり、1760年以降はアルコットの副大主であった。1765年8月12日、イギリスの管理ロバート・クライブを通して、ムガル帝国の皇帝者アーラム2世から、 ウムダトゥルーマラーの称号を賜り、これ以降はこの称号で呼ばれることとなった。1795年10月13日、父であるカルナー・タカ大使、ムハンマド・アリー・ハーンは死亡し、息子であるウムダトゥルーマラーが大使位を継いだ。1799年5月、イギリスは第4次マイソール戦争で、マイソール王、ティプーするターンを破ったが、ウムダトゥルーマラーは戦争中ひそかに、 マイソール側へ物資を供給したのではないか、とイギリスの管理らに、その関与を疑われるようになった。ウムダ・トゥルー・マラーは、この内通疑惑を否定し続けたが、1801年7月15日に、突如として休止した。イギリスに暗殺されたとも言われている。ありがとうございます。